気ままにダラダラ、ショーチャンネル。もう3レベやで、3レベ。え、いけますって、3レベでも。いやー、全くわからんからな。怖い。じゃあまあ、始めますか。はい、どうぞ。はいはい。じゃあ今回はアイクさんとドミさんを招いて、ゾンビモード。はい。これは、マップなんていうことだ？シャドウ・オブ・エビル。で、いいんじゃないですか。かな？はい。俺は1回だけこのマップは購入当時やったけど、まあ、怪人さんに当たって散々やったけど、いやー全くね分かりません私は。まあ、ちょっとドミさんがガチ勢らしいんで。いやガチではない。レベル見たらもう一目瞭然でしょうよ。マックス35ぐらいの中の26ですから、ね、うわーもう上級者、上級者任せよ。じゃあ開始。はい。基本はあれなの、 BO と BO2 時代と変わってない、武器取ってみたいな感じ、壁の。ああ、そうですね、そういうのはある程度は同じだと思います。ああ、それは変わってないだったらいいや。ただ、はい、なんかいろいろまたやることがあるんで。ああなるほどね。はい。で一応今回はその謎解きを中心にやっていくと。そうですね。そういうわけね、うん、はい。もう私は全くわかりません。そこはちょっとこのお二人がリードしてくれるらしいんで、多分翔さんにもちゃんと役割というかやってって言われるか。あったんの？はい。もうさ、それ BO2 時代さ、みんなとやってさ、はい、5時間ぐらいやったじゃん。あれ思い出して嫌なんだけど。それぐらいの。マジか。じゃあ最初ここ開けときますね。はい、はい、そこっていうのも分かんないけど、ここが。ここですね、正面。ははは。そう、前はね、ここで終わった。このエリアで終わった。もう翔さん、ドミさんがもう活動してますから。あ、ほんと、うん、あ、そうや、ナイフで切ればいい。翔さん、後ろ。痛い。あぶねえな。やめてー、ショッパー敷いたくない。1ラウンドで、1ラウンドで、もうそれはやばいわ。あ、一応な、こういうの翔さん、なんか後ろ後ろ。何？え、待って、何これ、何これ、誰？え、敵？ナイフで切ってますよ。え、敵なの？痛いんですけど、痛いんですけど、死んだし。早っ。早じゃねえよ。敵か味方か教えろって。やっぱ初見をね、楽しんでもらわないと。ワンチャンあれ、ドミさんかなと思ったのに、全然違った。怖いわ、この人は。何？あれ敵なのね、とりあえず。あれは敵ですね。なんかその、言うなら、スコアボード見てもらうと下にちょっとなんかアイテムみたいのがあるんですよ。モンスターボールみたいですね。とかそれを取った時に湧く敵ですね、はい、今のは。これがアイテムなんだ。あ、で翔さんにもこれを。なんだ。あ、このなんだろう、自販機みたいなところの前で、あ、はいはい、しゃがむとポイントがもらえます。え、ここ？はい、しゃがむだけで。お服。お服、はい。はい、今100ポイント入りました。本当や。え、小銭みたいな感じ？小銭やったら多分下に入ってたんでしょうね、リバイブの。マジか。みんなの小銭もらった。ありがとう。もらえた。へぇ、とりあえず一体残してもらって。うん、こいつ、大丈夫でしょう。はい。はいはい。で、あ、ポイント2倍あるし。そうですね、またそれも後で使いましょう。あ、今じゃないんだ。あれ、多分それは消えないと思うんで、ゾンビいっぱいな時に。なるほど、なるほど。ついてこう。うん、ついていくのが正解だと。ガチ勢、ドミニクさん。このパーツを取った人が誰か。はい、じゃあ、翔さん、いきますよ。はいよ。なんだ、うん、儀式。ここで、ただ単に、はい。儀式を始めるってあるね。こうすると、さっきのやつ湧くんで、とりあえず倒さず逃げてください。うん、逃げるの？はい、逃げるだけです。はぁはぁはぁ。あ、でも今、俺はターゲティングされてないか？なんで？今、空気出してる。じゃあ、連れて行こう。来んなって来なくていいよ。あ、あれ？あ、あれ、終わった？やられちゃった。なんか戻ってきたけど。で、そしたら…なにこれ、気持ち悪い。翔さん、取ってください。なにこの、オウムみたいな感じ。痛い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 。これでまず一つ目の儀式が終わりました。ああ、これを重ねていくわけ。
これを4箇所やんないとなんですよね。へえ、なるほどなるほど。ついてく。はい。確かにそれはこんな初っ端からやっていいんだ。あ、もう初っ端からやっていかないと多分きついですね。あー、後から来るのがだんだんきつくなる。はい。あ、で、じゃあここ翔さんにやってもらおう。何？あ、これビーストになる。あ、ビーストになる前に、うん、なったらここの痛い、この上の普通に来てやられてるけど。アイクさん、失礼して。はい。はい、はい、ちょっと待って、こっち連れてこ、こっち連れから、こっち連れてこ、キビラさんだろう、ゾンビさん、ちょっとあれどうなってんのそっち、大丈夫これで、ちょっと、はい、やられてるし、ちょっと待ってよ、それ助けて、それ助けて、はいはいはい、それってドビさんをそれって、ないぞ、君には生きててもらった方がいい気がする、で、あ、ちょっと R2 だったかな、ビーストで、なんかグラップルみたいな。翔さん、あの銃撃つときは R1？ 撃つときは R2。R2、あ、じゃあそうですね、R2 で。R2 で。あ、で、ここの輪っかに引っかかって、はいはいはい。そしたら、ここの階段のどっかになんか電源マークがあるので、そこを電撃で電源をつけてもらって。電撃？ごめん、全くわかんない。電撃は L2 で出します。まあ、とりあえずビーストモードになればわかるのね。そうですね。そうですね、書いてます。OK。なる。おお、すげえ。で、ここに引っかかって、 で引っ掛けて、はい、来ました。階段の横ら辺になんか光ってるものが、あー、あったあった。で、これで電撃を与えると、ほい、で、中に自販機があると思います。その横の電源もお願いします。これか、電撃で、はい。ん？俺別のとこ来た？いや、合ってます。うん、合ってます。これ多分入ったと思う。これで OK かな。Okay、はい。よいしょ。で、ここに1個目のパーツが落ちてます。お、あ、ほんとや。パーツ回収。パーツを拾った。お、ドミさん、早いって。怖いから。これぐらいかな。これぐらい？多分この前のところでしゃがんでもポイントが。マジで？入った。すごいなぁ。そんな小銭落ちてるもん。次はここだね、ここ。アイクさんかね。あ、違う。あ、翔さんだ。翔さん。翔さん、そこを、扉を。あ、いいよ。オッケー。この上にあるの？たら、ここでビーストになって、はい、上の次の儀式に必要なアイテムを。取ってこいと。うん。たいんですけど。なれるのが自分だけなんですよね。あのラウンドで1回しかできないんですよ、1ラウンド。ああ、ほんと。呪いは眠っているってなってる。うん、へえ、なるほどね。ちょっとこのゾンビを。そのゾンビを、ドミさん、アイク？私はちょっと今、ビーストになれないので、アイクさんに。あ、アイクさん、のみか。どこのアイテムだ？上。この上だって。どこだ？ショッさん。この上？ここ。どこ？この。あ、あの、あそこか。うん。あれだけでいいのかな？落として、ボクシングジムのところ間に合うかな？扉開けるの。やばいな、いろいろ手順ある。ボクシングジムの入り口ってことだよね。そうそうそう。あの箱落とすのは普通に殴るだけ？丸で、うん。そう、うん。おい。さあ、アイクさんチャレンジ。うわ！こんな姿してるの？あ、これ下まで行かないと届かないのか。ほんま化けもんや。翔さん先なってたんですよ。マジか。気持ち悪いこれ。うわー、飛んだ。すげえ。飛んでる飛んでる。間に合うかな。間に合うかな。ギリギリだなこれ。大丈夫か。間に合った。おお、ナイスナイスナイス。そしてそのまた翔さんさっき倒されたやつが湧くんで。またかよ。今湧いてます。逃げればいいのあれ。あれは。倒しちゃったわけです、ここで。じゃあ、儀式の時に、では、はい。あいつは倒せばいいよね。あ、倒せない。逃げれば。はあ、なるほど。というか、あいつは何なの、一体。あいつは、なんだろう。あいつの正体は何なの？お化け。お化け。簡単な答え、ありがとう。さあ、また。さあ、これでまた来るわけだ。いった、はい、殴られた。
はい、気をつけてください。殴ってきます。痛い死ねる死ねる死ねる。それなどない、私は無敵なの。上は私に打ち勝てる者がいる。ああ、そこもいるのか。あ、いてまさか、こっち逃げる、こっち逃げる。よいしょ。ああ、普通のゾンビ。そうです、そうです。1匹残したやつが。で、これでクリア。はは、これで2つ目。2つ目。また2つ目の。出た。ワーム出たよ、ワーム。お、来るぞ、翔さん。は？翔さん来たぞ。何が？翔さん倒して、あれ。誰？正面、正面。こいつ、何こいつ、何こいつ、ちょっと待って、ちょっと待って、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。誰誰で、あいつは口開けたとき、あの黄色いとこを打つと、食らいます。はい、閉じたりするんで、ね、開いてるときに打つ感じで。これ、この銃でいけんの？え、なんか出ましたけど。何これ。一応壊すと、なんか虫が出てくるんですよ。あ、向こうにいた。バイバイ。バイバイじゃない。ダメ。あ、そっか。オッケーオッケー。倒した倒した。まだいる。あ、いるじゃん普通。あ、すごい。ナイス。マルグアの心臓。心臓を今取りましたね。ポイント。これ声変わってんな。あ、ゾンビ来てる。これでお次は多分これでみんなビーストになっちゃったんで、はいはい、あ、次のラウンドにで行くかな。あー、なるほどね。それかまだ、はいはい、何かできることがあれば扉とか開けちゃっとくって言っても。ポイントがそんなねえからな。自分がまだちょっとありますね。弾がもうやばいんですけど。大丈夫です、まだ2ラウンドですから翔さん。2ラウンドでもバカできないよ、さっき殺されかけたから、ね、言って自分も一回やられてますから、ね、今ここ、え、めっちゃ広くないか。広いんですよね、結構。おお、わかんねえぞこれ。場所も覚えていかないと。1250。ここはラウンドを回すかな。はい、じゃあ開けれるとこ開けて次のラウンドへ。よし、800。俺800のけたんとか白か。そうですね、翔さんなんかヒゲの生えた。あー、こいつね。はい、バージェのがヒゲを。え、だよバージェ。とりあえずナイフ切る、ナイフ切る。よいしょ。お前を消してみせたぜ。よいしょ。どれぐらいになったら武器買っていいの？まだまだ。そうですね、まあでもポイントに余裕があれば買っちゃってもいいかと。お、サルマシンガン欲しいな。ここにもあんじゃん、これは。あ、倒せた。おえ、ラウンドが変わりました。顔顔最後だったんだ。なるほど、じゃ次また。オッケー、じゃあまた少なくして一体になったら始めるってことですね。そうですね。オッケー、あるべき場所から少し動かされ、引き離されすごいな。なかなか食らった時とかのセリフも本当ね、結構喋るね。喋りますね、結構面白い。よいしょ。おっ、はい、ありがてー。自分もなんか銃買っとこう、ね、もういるっしょですね。ナイフ3発ぐらいでないと倒せなかった。つらいそれ。よっ、今回はそれはあのジャガノとかはそんな気にしなくていいの？あ、の後々ですね。あ、後々なんだ。はい、うーん、まだ3ラウンドなんでいらないぐらいかなって。ほうほう、はい、よっ、どれぐらいから忙しくなるか分かる。どれぐらい、どうすかね。あの、ちなみになんやけど、あの毎回言う、あのトレインはしなきゃいけなくなる。ですね。うん。うん。なの？あの、一人になっちゃったときは絶対ですもんね。あー。ま、今回は籠城するタイプじゃないんだ。そうですね。謎解きをしないといけないんで、結構動きもあります。はいはい。でもそんな難しくはないよね、謎解きは。あー、でもこれからですよ、翔さん、それは。え、まだまだなの？まだまだ全然ありますから。今、
え、結構そんなに、うん、まだ10分の1とか。あそうやろ肝心の俺気分的にはあれやで、もう祭壇に4つ収めたら終わりかと思ってた。全然マジで全然そんなことはないですよ、翔さん。マジかよ。じゃあ翔さん、はい、またドミさんの方へ。ドミさんの方へ。はい、奥へ。あ、奥。はいはい。あ、さっき開けたとこね。しどみさんが今、ビーストになってますんで。あ、ほんまや、なってる。すげえ。動きまくってる。あ、階段が出るんだ。そうですね、ビリビリ開けたら階段を下ろしてくれるんですよ。すげえ。あ、上まで上がってきました。で、これでまた小銭。大事ですよ、100ポイント。大事ね、これ大事。で、ここに2つ目のパーツが。おうおうおう。ここにあるの？結構ランダムですね、場所。あ、そうなんだ。うん、なんかヘルメットみたいなの出たけど。ヘルメット？え、ヘルメットじゃねえの？これなんだろう。多分の後でわかると思います、それが。うん、後でわかる。はい。ヘルメットじゃねえの、あれ。完成したらわかりますよ。なんかあんだな、その時に。後ろ。また出た。こいつは倒していいのね？倒して OK です。やめたまえ。一流の下部屋に作らせた服だぞ。よし。で、次の儀式場へ。はい。儀式場という言い方。儀式場へ。会場は。会場。会場は。パーティー会場どこ？ここでビーストになって。はいはい。次は向こうの輪っかに。向こうの輪っか。上ですね。上に。上に輪っかどこだ？あの。なんて言ったらいいんだろう、真ん中になんかちょっと光ってません？なんか結構ちっちゃいんですよ。ビーストになればわかるかな。ビーストになれば多分わかりやすいかという、うん、じゃあとりあえずなってみるよ。どうぞ、はい、そこに捕まってもらって、で、そこで降りた、あの、捕まっていったら、はい、でその振り向くと振り向くと電源が、え、どこ、真後ろかな、その登った先の、あ、あった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 、それを、これか、はい、ビリビリで行きました、行きました。ナイスです。それで OK です。OK。すごいな。ジャンプしてる。見られた、恥ずかしい。生まれつきこんな力が。それで？で、次の儀式はそこの会場。うん。あ、ここか。はい。はあ。まとみさんがいるとこで。俺の名前書いてる。そうね。そういうことか。ここさあ、来ましたよ。はあ、なるほど。行って行って、危ない危ない。もう来んの？早い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 。え、誰か出たけど、誰誰あれ、誰だ、誰あれ、アイクさん、あれ、なんか自分だけしか追われてない気が。痛い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 、やった、楽だ。なんか簡単に伏せてる伏せてる、あの人。こっち来んなって。え、こっち来んなって。何ですか、怖いわこの人。なすりつけようとされます。して、え、今度赤いよ。なんじゃ。はい、これで、これで3種類、3種類、あと1種類、あと1種類。お、嬉しい。お、ありがたい。あざっす。すごいな。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。各端末ごとの登録ボタンをクリック、上の図から登録していってね。チャンネル活動一覧です。1週間の活動を公開、月曜から始まり日曜までてんこ盛り、もっと詳しい情報は Twitter までお願いします。また皆様に会えますように、バイバイ。